創価学会層にね、えー、か夫人と三男の高かさんが参加しなかったっていうのはご存知ですよね。要はね、まあ、今日お話しする池田家っていうのはこの金子夫人と高かさんの二人を主に指すんですけどね。この二人と、どう もう長男の広正さんは、うんうんまあ、立ち位置が違うというか、もう長男の広正さんは完全に原田会長とか今の執行部とべったりなんだけどね。この夫人と三男は、ある意味、僕の記憶だとね、2017年ぐらいから、もう、 明確に対立。